お久しぶりです。おう小僧、元気そうだな。さっさとくたばれ。お父さん、いきなり暴言を吐かないで、失礼だよ。ケッ、俺だって小僧なんかと関わりたくないわ。男と話す時間は人生の最大の無駄だからな。もう死んでるのに。あ、父はもともと高名な霊媒師だったのですが、仕事のミスでこのようなドクロの姿になってしまったのです。死んでいるにもかかわらず霊能力は高いままなので、今も除霊などの仕事を続けているんですよ。私もよく父を手伝っていて、今日もこれから二人で除霊に行くんです。同じ場所に頻繁に霊が出て騒ぎを起こしているらしいんです。何件も似たような依頼が来たので、目撃現場に行ってみることにしたんです。依頼が一件だろうが複数だろうがどうでもいい。俺がこの依頼を受けたのはな、霊が美しい女だというからだ。お父さん。ここが何件も目撃情報のあったところだね。お父さん、夜の方が出現しやすいみたいだから、ちょっと待ってみよう。大丈夫ですよ。父と私はずっと除霊のお仕事をしてきましたが、失敗したことはありませんから。これまでの引き受けてきた依頼は全て解決してきたんですよ。父がドクロになってしまった一件を除けばですけど、あなたはお帰りになってください。今日運よく霊が出るかは分かりませんので、退屈でしょうから。一緒に待ってみる？そうですか。それではここに隠れて待ってみましょう。あ、何か来ます。あれは、お、美女だ。今回の依頼は当たりだな。おい、幽霊のお嬢さん。あ、お父さん、まったくもう、早く除霊してくれればいいけど。はい、よくできました。いて、なんだこいつ、霊じゃないのか。霊じゃない。そういえば近頃人型の魔物が徘徊しているという噂を聞いたことがあるが。あ、シャドウっていう魔物のこと。それじゃあこれが霊じゃなくて魔物なの？似合ってる。さあどんどん行こう。小テストよ。うわ、まずい。霊でないから除霊できん。シュブ、一旦逃げるぞ。もうちょっとお行儀よくしなさい。楽しそう。やるやる。他にもたくさんのシャドウが。お父さん、囲まれてるよ。どうしよう。あなただけでも逃げてください。あなたは除霊とは関係ないんですから。私が盾になります。私が迂闊でした。あなたは心配してくれていたのに、巻き込んでしまってすみません。くすぐったいわよ。いけない、後ろから。許しません。私は絶対にこの人を守ります。たー
強くなってる。そんなことより次のシャドウは。たあたくさんの魔物を倒すなんてな、さすが俺の娘だ。ううん、違うよお父さん、本当に頑張っていたのはこの人だよ。何？小僧はぼーっと見ていただけじゃ。あ、小僧やけに汗びっしょりだな。この人が私をパワーアップしてくれてたんだよ。魔法か何かわからないけど、そうでしょ？この剣で忍の能力を上げることができる？信じられんが、今回は信じるしかないな。でもその分、あなたも苦しいんですよね。私が戦っている間、ずっと大変そうだったもの。ありがとうございます。小僧を毎回除霊に付き合わせれば俺が楽になるな。それに忍の危険も減るし、小僧が大変だろうが苦しかろうがどうでもいいし、待て、小僧が忍のそばにいるのは気に食わんな。ここはシアンのしどころだな。悩むな。お父さん、この人に失礼なこと言ったら許さないからね。ひぇ、忍が怖い。今日は本当にありがとうございました。今度は私があなたをお守りします。必ずお守りしますから。